どうもお疲れ様です。猫もんです。猫もんカップボリューム3アフターパーティー両方の結果発表に入りたいと思います。今回で最終回の猫もんカップ、本戦同様インタビューもかなりの力作としていただくものがありましたので、それぞれ楽しみながらの結果発表をお聞きいただければ幸いでございます。まずストリート部門の優勝者インタビュー、そして A ポップ部門優勝者インタビュー、最後に映像部門の優勝者インタビューを行います。その後ジャッジ5名による総評を行います。5名でちょっと時間も長いので、今回総評の動画は前編と後編2本に分けてのお送りとなります。それではストリート部門優勝者あや UTV、 A ポップ部門優勝者星野戦士、映像部門優勝者 TF ドミネーター、それぞれの優勝者、個性のある優勝者コメントをいただきました。オンラインならではの醍醐味、編集をかなり使われている方もいらっしゃいますので、楽しみながらご覧いただければと思います。どうもウブベラからあやとUTV です。優勝いただきありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいぜ、イエイイエイ。やったぜ。で今回まあ、一人じゃなくてもいいっていうのと、あの広いところで踊っていいっていうのがあったから、まあ、編集もしていいっていうのもあったんで、ちょっと出してみたいなっていうのがあったんで、自粛期間で始めた映像編集を見てもらえるっていう機会はすごくありがたいし、評価していただいてとても自信にもなるし、嬉しかったですね。そで、私のソロから反転してから被さるやんか、映像が。はい、そうですね、はい。で、右と左が逆になると、お互いの生きてるこの動きが重なるのね。じゃあ、10日終わりにまたソロ始まりました。あれ、はい、けど、お互いの世界に入り込んでない、お互い、みたいな。だから、それまでは一人だけの映像をずっと使ってて。あ、なるほど、なるほど、なるほど。そういうことだったんですね。あの、違和感に気づいてもらえたらってことですね。うんうんうん。そうやね。あと、だから、撮影中っていうか、その、私と高雪やったけど、福井ちゃんが撮影して、カメラ回してくれて、で、音だったり荷物だったり、ヒーローちゃんがこう、いてくれて、なので、二人にもすごく感謝ですね。こういう機会を与えてくれて、やるきっかけにもなってっていうのはすごく経験になったと思うから、無駄にせず今後も作品を作って映像としても出していきたいなって思いますね。はい、うん、そうですね。猫もんさん、この機会をいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、星野戦士です。今回猫もんカップに出場させていただきありがとうございました。僕はダンスバトルに一度しか出場したことなくて、これから出場していくぞっていう時に、あのコロナで大会中止になる大会が増えたので、踊れない、戦えない状態が続いて鬱憤が溜まっていたので、あの今回のコンテストは、そもそも、有名なダンサーの方々に僕のダンスを見ていただく機会が全くなかったので、今回のコンテストは、すごくありがたい機会となりました。今回の、コンテストの経験を糧に、自分の、これから自分のダンスに力を入れていこうと思います。猫もん様、ジャッジの皆様、そして、YouTube で僕のダンスを見てくださった皆様、今度はありがとうございました。It's Fresco. こんにちは、 TF ドミネーターのレゴです。本日は相方の匠とはちょっと都合が合わず僕だけになってしまうんですけども、優勝コメント、映像制作コンテスト部門優勝ありがとうございます。相方の匠からコメントいただいているので読んでいきます。皆様コンテストお疲れ様です。これを機にタットダンスを知っていただけると幸いですとのことです。はい、そうですね、今回をきっかけにやっぱこういう腕とか指を使ったようなダンスを知って、またさらにハマっていただけると嬉しいかなって思います。ストリート部門でもエントリーをしていたので、そちらで優勝できなかったことが今一番悔しいですね。でもまああまり多くは語りません。本当にありがとうございました。
We can fuck, little mama, I can live like Gucci Mane, the honey, awesome new song。どうもこだわったコメントたくさんいただいて本当にありがとうございます。丁寧に字幕まで入れてこういったインタビューというのもオンラインならではの醍醐味ではないでしょうか。やはりリアルが恋しい日々ではありますが、こういった新しい創意工夫の場としてオンラインというのはこれからも注目はされ続けるというのはあると思います。今回で猫もんカップは終了となりますが、他にもオンライン系のダンスコンテスト、ダンスバトルというのは数多く開催されておりますので、この機会にオンラインダンスコンテストに新しく挑戦しようとか、そういった方も出てくると思いますので、いろいろとできる工夫とかアイデアを凝らした新しい表現であったり勝負のやり方とか、それぞれ工夫していただいて面白いものを、新しいものを作っていただけると、ダンス界全体のステップアップとか、そういったところにつながる可能性も高いので、オンラインというのは今後も活用されればいいなと思います。